では第4回に入ります。ここまで3年生の復習です。なのでこちらのこれらの計算筆算なしで考えてみましょう。ちょっと難しくして余りのあるものも考えています。まあそれは理解を深めるためです。では1番から82÷2、82も2等分したら、まあ82円を2人で分けたら何円ずつになるかって考えていいです。でこれを80と2に分けて考えましょう。80というのは10の塊が8つありますね。これを2人で分けたら4個ずつなので、まず40円ずつ、まあ40ずついきますね。で2、これは1が2個、2人で分けたら1円ずついきます。なので82÷2は41ということになります。で2番、58÷5、まず50、これも50と8に分けて考えて、50というのは10の塊が5個、これを5人で分けたら、5個に分けたら1個ずつなので10ですね。で8の方も、5人で分けたら1円が1つずついって1円で3つ余りますね。なのでここまでです。10円が1個いくので11円が1個で11で、余りが3ということになります。で6番、62÷3、まず60っていうのは10の塊が6個、それを3で分けると3等分すると2個ずついきますね。でこれ20円確定で、1円玉は3人じゃ分けれませんね。だからここは余りになります。ということでこちらは20で、62÷3は20余り2ということになります。で最後68÷2、もうこれ図なしでやってみましょう。まず60を2人で分けたら30円です。30の位の3の確定が3が確定で、8を2人で割ったら4個ずつなので34ということになります。いいかな。60と8に分けました。60を2等分したら30、8を2等分したら4ということになりますね。では問題演習に行ってみましょう。ちょっとごめんなさい、これ消しますね。あまりがない範囲にしときますんで、1番が48÷4で、2番が69÷3で、3番が68÷2で、4番で77÷7。ではどうぞ。じゃあ答え合わせいきます。大丈夫かな。もう48÷4、まず40を4で割って10で、8を4で割って2なので12、いいかな。で2番、69÷3、まず60を3で割って6÷3で20で、9を3で割って9÷3で323ということになります。で3番、68÷2、同じく60を2で割って30で、8を2で割って434でいいですね。で4番、77÷7、まず70を7で割って10で、7を7で割って1、11、こちらが答えになります。